ね。じゃあトミさん始めていきますね。よろしくお願いします。はい、でマイクはなるべく近づいてお願いします。はい、さあこの時間からはギノワンスタイルをお届けします。ギノワン市丘のギノワンヒルズ通りの高台にあります FM ギノワンの世界一眺めのいいスタジオよりお送りしております。本日のご案内は私小春です。さあ今日はですね、久しぶりにかな、素敵なゲストさんがいらしておりますので、早速登場していただこうかと思います。ではゲストさん、自己紹介からお願いいたします。はい、こんにちは、オラクル カードのセッションをしております、遠目智子と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。遠目さんとはこの前クローゼットフォーオールさん、沖縄市のクロールさんで開催されたウィンウィンプロジェクトっていうイベントで出会いました。はい、オーナーさんにつなげていただいて、ゲスト出演どうですかっていう形で、まあ、今に至るですけれども、ゲスト出演自体が初めてっていうことで、ちょっと緊張されているっていうことなんですけれども、はい、いろいろこのオラクルカードについて今日はたくさん聞いていきたいなと思います。はい、ではでは、まだですねオラクルカードがどんなものかっていうのを知らない方もいらっしゃると思うので、トメさんの方からちょっとどんなものか教えていただけますか。はい、オラクルカードっていうのは、はい、あのタロットカード、皆さんご存知だと思うんですけど、はい、このタロットカードとはまたちょっと違った、うん、あのちょっとサイズも大きいんですけれども、はい、天使とか妖精、うん、あるいは、自然のお花、それそうですね、あとなんだろう、月とか、うん、星とかそういった自然のものをモチーフにしたカードがあって、すごく優しく背中を押してくれるメッセージがたくさんあるカードなんですね。なるほど、はい、あ、じゃあ結構綺麗なカード、癒しのカードです。こんな感じでカードの絵が見ます。はい、今ですねツイキャスと YouTube ご覧になっている方ちょっと見えるかなと思うんですけれども、なんかいろいろ、なんか色も華やかで、そうですね、可愛らしいカードがすごいたくさんあって、はい、いいね、あの絵もすごい癒される、見てるだけでも癒されるって皆さんおっしゃっていただくんですけど、はい、私もこのカードに癒されて魅了されて、あ、ご自身も、はい、今に至るというところなんですけど、なるほど、はい、すごくすごく優しいカードなので、うん、ぜひ皆さんに知ってほしいなって思っています。うん、ですね、ツイキャスからもシーサーさん、タロット占いみたいさっていう風に、はい、コメント、はい、そして沖縄大好きさんもオラクルカードは LINE 占いで見たことがありますよっていう風に来てるんですが、タロットとオラクルカードの違いって何なんですか。そうですね、タロットは、うん、78枚カードがあって、オラクルカードよりはもっとすごく細かく、あの人生 の, その移り変わりっていうのを、はいはいはい、あの出すというか、うん、なんか引いて、うんうん、あの占うっていう感じなんですけど、あのオラクルカードも、はい、まあ、似たような感じではあるんですが、うん、すごく優しいメッセージなんですね、うんうんうん、どちらかというとこう背中をこう押してくれるというふうに捉えていただいたらいいかなと思います。ちゃんと前向きになれるような、うん、そうですね、あの、はい、特になんだろう、ルールがないので、うんうんうん、タロットは結構あのなんだろう、カード自体に、はいはい、そのものにもうなんか決まった法則性みたいなのがあるんですけど、そうなんだ、オラクルカードはもう作る内容も作者によってまちまちですし、うんうん、またあのメッセージも、うん、はい、まあ、似たようなメッセージあるんですが、その絵と、うんうん、その作者 の, あの特性が結構出る、へえ、面白い、おしゃれな可愛いカードです。そうなんですね、はい、結構じゃあ誰でも気軽にこう入りやすいというか、はい、親しみやすい感じなんですかね。そうですね、あの皆さん、うん、すぐ手に取って書店とかでも結構売られているので。そうなんですか。はい、大きい書店です、ライカムさんとか、うんうんうん、あと純駆堂さんとかにも、はいはい、あのすごい棚がですね、一、うん、つの棚全部オラクルカードで、うんうんうん、すごい埋め尽くされていて、手に取って見本で見ることもできるので、はい、
気になる方はぜひ行って見てほしいなって思います。ピンときたカードを、はい、ご自身がこう絵を見てすごく気に入ったなって思うようなカードだと、はい、すごく仲良くなれていいのかなって思っています。なるほど、はい。ちなみに石ころさんから結構大きいんですねっていう風に来てます。カードの、ね、サイズが結構確かにサンプルするときちょっとサンプル結構大変で、はい、そうこういうちっちゃいねミニのカードもあるんですけど、かわいいトランプみたいなカードも、はい、これは結構ねちっちゃめでカバンにもポンって入れれるので、はい、こういうサイズもありますし、でもほぼこういう感じです。大きいカードなるほど、はい、になってます。そうなんだ。ちなみに遠目さんはなんでこのオラクルカードのセッションを始めようと思ったんですか？はい、きっかけですね、うん、はい。私実は学習塾もやっていて、はいはい、そこで子どもたちと結構触れ合ったりするんですけど、うんうんうん、こういうカードポンと出して1枚引いてみてみたいな感じでやるとすごく喜んで子供たちたりもするんですね。で私自身もこの、うん、オラクルカードを教えてもらった先生がいるんですけど、うんうん、そのあっちゃんっていうんですけどね、うん、結構有名なので皆さん知ってるかと思うんですけど、はいはいはい、あっちゃんにの、スクールに入校しまして、うんうん、はい、教えていただきました。で、まあ、いくつか持ってたカードを自分で見たたりしたんですが、うんうん、先生ちゃんときちんと、うん、教えていただいて、やっぱりカードすごいなって思っているんです、うんうんうん、なので、はいはい、私自身もすごくいい感じたのがきっかけで、うん、いろいろお友達とか周りの方にやっていって、うん、すごくなんだろう、すごいすごいってみんなが言うのでも本当にすごい子すごいなっていうのを、はい、だからみんなにあっちゃんが皆さんに、うん、教えているように私もまた伝えていきたいなっていうふうに思って始めました、うん、その始められてからまだ1年っていうお話も先ほどね1年なんですけどされていたんですけど、はい、すごい楽しくさせてもらってます。イベントの方も結構、はい、出させてもらって、この間は宜野湾ヒルズ通りのイベントにも参加させてもらって、はいはいはい、またこれからいろいろ西原の古民家あるかなっていう場所があるんですけど、はいはい、そこの方でも月に2回イベントとかをやってますし、うん、そこにもちょくちょく顔を出したりしています。直近だと、はい、またどのようなイベントに出展されるんですか？明日じゃないですね、3日ですね、ごめんなさい、4月の3日に、はい、日曜日か、日曜日に、はい、クミグスクの、プラスマイナスっていうカフェがあるんですが、うん、そこで、39点っていう、うん、写真家の方と、はい、この書道をされている方が、うん、展示会されている個展をされていて、はい、そこにこのアルカナのメンバー8人が、うんうん、9人ですね、うん、出展一緒にコラボという形で出展させてもらって、うんうんイベントを開催することになっているので、はい、ぜひもしお時間がある方は遊びに来てほしいなと思います、うん、私以外にも、はい、たくさんの方が占い師もいるので、うん、面白そう、はい、ぜひ遊びに来てもらえたらいいなって思います。はい、はい、じゃあトメさんはもちろんそのイベントでもこのオラクルカードで、はい、はい、はい、私もオラクルで、うんうん、出展させていただきます。はい、はい、では改めてですが4月3日日曜日プラスマイナスさんの方で、はい、お時間の方もお願いします。11時から、うん夜の9時お9時じゃないごめんなさい7時、19時ですねあでもそれでもたっぷりそうです、ね、はい、時間設けて、はい、されるんですね、はい、春休み多分最後の日曜日かなと思うので、うんうんうん、家族でカフェのね、うん、お食事とかも結構美味しくって、うんうんうん、かき氷とかめっちゃあすごい面白いかき氷がたくさんあるので、はい、食べ物もですけど、はいはい、私以外の方の占いとかもすごく楽しみにしていただけたらいいかなと思います、はい、ということでぜひ皆さん、はい、今週日曜日ですね4月3日そちらのイベントもお楽しみください。今日は遠目さんありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やばい、喋るとすごい熱くなってきますよね。ちょっと緊張もありまして、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ドキドキあ、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。